どうもボボビビーーーアトレザーのボビーですねえ今週も今週もね週明けにふさわしいようなですねえー、秋晴れですよ外はねあのアトリエでこもるのはもったいないぐらいのそんな秋の陽気の大阪ですそれではですねえー、しばらくお付き合いください、えー、オープニングムービーをどうぞ どうもボボビーアトレーザーのボビーーーアトレザのです、えー、今日もですね、大阪のアトリエからですね、えー、ボビー・アトレーザーのアトリエから、えー、ライブ配信でお届けしております。ねえー、配信もですね、えー、今日でですね、41回目、い4えー <laughs> えー、41回目ですね、の放送となります。 ねえー、今日はえっ、ー、とねあのー、まあいつも思うことなんですけどね、えー、こうタイトルはですね「えー、レーザーはあー経年変化を通じて、えー、人生を教えてくれる」というなんかちょっとあのき、ー、ざな <laughs> タイトルをですね、えー、ちょっとつけてますけどねまああのー、まあ毎日、ね、年がら年中ですね、えー、レーザーを触るわけじゃないですか。 まあ仕事でね仕事っていうかまあ,あ,のこ,うくあのこうねいろんな素材を皮をですね触ってカットして組んで、えーまあ、時にはデザインをしてっていうような毎日をね、えー、過ごしてるんですけどもでえー、っとですねなんかこうやっぱりこう、まあ、例えばまあこの。 今日、ね、久しぶりに羽織ってるこのジャケットもですね、えー、2009年の僕の作品ですもうほぼ10年ぐらいですよねでその頃はまだ40代ですよ僕もで10年経って50代でしょであのー、やっぱこういい感じでですね、あのー、まあ着てない羽織ってない時間も非常に長いんですけど、まあ、これ多分こうしばらく羽織っていったら この表面の硬い感じのおこれ馬の皮なんですけどねがこうなんていうんですかねレザーがこう太陽で馴染んでですねえまあ例えばあろうそくのほら火ついてろうが溶けていってこう燃えるでしょああいう感じでえ同じようなまあ,まあちょっと似たような成分も入ってるんでしょうねあのこうろうが柔らかくなるようにえやっぱこう着込んでいたら柔らかくなっていくんで,でそこでまたあのお こう腕じわこういうねえどう見せた方がいいかなうんこのような手話の型とかねこういうなんかあのが浮かび上がってくるわけですよで深く刻まれていってですねえ何とも言えない深みのある表情に育っていくんですねでこうねあとまあ僕もあと10年言ったら60まあかねきり過ぎてるわけじゃないですか。 でその時もう圧倒的にその <laughs> 残されてる時間の方がね、えー、物理的にはですね、えー、短いんですねもうおねそれでもまあ,あだからといって、えーね、時間は1秒もお、ね、戻ることはなくう、ね、こ,のこの時間もですねこう <laughs> 人生の時間がですねこう向かっていってるわけですからね未来にね。だから、あのー、すすと思うんですけど やっぱりねこう、レーザーを触ってて、まあ、作品作る時は新品じゃないですかもちろん。でそっからあなんていうのかなこう時間を経て、ね、こう完成してで、まああの、そっから、まあね、オーダーのもので言ったらああのお客さんに、えー、育てていただくっていうかね。うん、で、まあ、僕の場合、まあ、こ,れこういうようなね、まあ、作品をこう。 まあサンプルっちゃサンプルかもしれんけどまあねこれをずっとねえ着込んでいってねでその出ていくわけでしょでまあ,あと10年20年まあこれはずっと残るわけじゃないですかでまあね残っていってまあこれをですねえ誰かがねかっこよく着込んでくれたらそれはもう最高のバトンを渡すみたいな感じでえ未来へつながっていくようなそんな気がするんですけどね。 でやっぱりこうあのなんていうのね最初は新品の無垢なあものじゃないですかレーザーもまた他のものも僕らも自身もそうですょそれがこう経年変化をこう遂げていってね何とも言えないこう深みのあるうーレーザーに育つようにやっぱ僕らもですねあのこう毎日ね過ごしていく中でですね、えー、まあもちろん あの経年変化を日々 <laughs>、えー、していくわけでしょねえ抗えないですからね。でやっぱりそのなんていうのな、うん、やっぱり普段からケアしてあげたりとかあなんかしてあげたりしてね保つっていうかうあの新鮮さとかあフレッシュさをもう一緒か <laughs> まあそんううことをね、えー、保ちながら日々こう積み重ねていってね うん、あのそういう味わいのあるうう、ねえー、革ジャンを見た時に、えー、やっぱ味わいのあるようなですね、えー、人生を積み重ねていかないかなと思ったりは日々ねふっとあまあ日々思いますしふっとね、えー、なんか考えることありますね。やっぱりそのこ,れ、まあ、こういう仕事をしててねいろんな方とお会いする機会があってですね やっぱり、あのー、皆さんね、あのー、僕よりの年上の方も非常に多いですけどやっぱり僕もろ自分が60歳になった時にこんな感じになりたいなとかさあるわけですよ目標とかね。うん、でまあその何て言うのな,、うん、なんかこうそれは男女問わずですけどね。 うん何かかっこよかったりうんなんかこういいなんか深みのあるね、えー、感じの方とかねやっぱ多いのでうんやっぱこう憧れるしやっぱりそういうふうな目線というかそれもねやっぱりねこうレザーと出会ってまあ僕はそれを毎日ね触りながらあそんなことをね日々考えるように。 なりましたねなんかこう一着の革ジャンがですね、えー、教えてくれたようなあ人生観というかね僕の場合はねそう,ですそうですけどね、えー、そういうふうに感じましたなんかこうそれぞれのね世界で、えー、やっぱりその何て言うのお仕事とかあ趣味とかねそういうライフワークを通じてね、えー、なんかこうその気づくこととか皆さんもねあると思うんですけどねうん。 こうね、人生とこう重ねる時ってあるでしょそれがねなんかなんか僕はレザーで、えー、そういうなんか味わい深い深みのある人生をなんかこう積み上げていきたいなってね、うん、そういうふうに、えー、感じるようになりましたね。はい、ねそんな感じで、えー、今日はですね えー、そういう,う今週朝も一発目はですね、えー、そういうこうちょっと人生観というかね、うん、まあまあそういう人生観を持って仕事で、ね、もちろん今日もですね朝から <laughs> 型紙作ったりしてたんですけどね、うん、あのオーダーのねでまあそんな感じでですね、えー、なんか僕はそういうふうに感じたしあのやっぱあのこうご覧になっている皆さんもですね、えー、なんかこう レーザーと対話しながら、ね、コレクションされている作品とかもちろん僕のボビーアー・トレーザーの、ね、作品とかも、ねあのー、一緒に可愛がっていただきながらですね、えー、ふとこう一緒にね、えー、人生をですねよりよりより良い人生をですね、えー、一歩一歩ずつ、えー、紡いでいってもらいたいなと思います。それででは今週もですね えー、素敵な1週間をお過ごしください。ね。b ビーでした。あちょっと待ってね。いろんな方も、ね、ご覧いただいてますね。ありがとうございます。あ,ありがとうございます。あ坂部さん、ありがとうございます。ね。えー、ね、はうから見てくれてね。あのー、また、明日もお待ちしてますね、うんあ。ありがとうございます。ね。まあ、あのー、YouTube のほうにね、この画像も発信してるんですけども。 で YouTube でもご覧いただいたりしてくれてるみたいで、ね、とても嬉しいですしね、えー、今日は41回ですね,、えー、ねひとまずはまあ45回、ね、45日分、ね、50回、えーね、100回目ぐらいになったらどんな世界になってるんかなと自分でもワクワクしますね。うん、それでは、えー、爽やかな秋晴れのような最高の1週間を 過ごしさいボビでしたじゃあね。